暑い中のどこ行くのまだちゃうんすかこっち道はありません普通そっち行かへんでしょどう考えたってこれ通学ってないやん向こうからあるでこれなんすかこれなんすかザースチェリース、いや復活しましたね本田さん。まさかの復活。まさかこれ復活する思わなかったっすね。すごいですよブラウンチェリー。いやいやいや、もう僕ね、あんな事故ったんね初めてですわ。大体あのボテコケとかそんなんは2、3回あるんですよ。前のバイクで走ってて穴ボーン突っ込んだ、生まれて初めてっすわ。ほいでね、もう一人で昨日反省会っすよ。ほいで昨日帰って気づいたんが、手パン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 、こうふくらはぎと手と、ほいであのここ脇腹っていうの、ここがパンパンの筋肉痛みたいになってて、やっぱりこのハンドルね絞ってんの地味に力入っとったやろな。大阪から和歌山までかなり疲れとったやろな。自分では何とも思ってんかって、平気や思っとったやろ。でも力入ってなかったやろな。これこれカーブこう力入れてるつもりで回りきれてなかったや思いますわ。いやー年ですね、年ですわほんま。昨日帰ってからね、今日今パンパン筋肉痛、帰ってからなんかね手とか震えてましたわ。やっぱりそんだけ地味に力入っとったやろな。年やな、気付きますわ。それとね、何がすごいか言うたら、昨日僕事故ってレッカーでブラウンチェリー行ったでしょ。昨日31日花君休みの日に叩き起こしてフラフラになって息もちょっと荒らってたけどで、花くんねすいません、ほいで何がすごいか言うたら、昨日俺もう絶対復活できへん思ったんですよ。4時間半っすよ、元に戻ってんすよバイク。いやまあまあこんなへこんだとことか傷とかはそりゃ残ってますよ、しゃあないっすよ。ショック降りてたでしょ、元に戻って、まあ、昨日の動画にも上げてると思いますけど、すごいな。これプライマリーね、ここのネギがね曲がってる様子なんですよ。で叩いて中心ブレてないかだけ調べてもって、もうとりあえず3日いけるやろと、初詣ね、まあ、いけるようにしときますわってやって、で、おいおい、これ、やっぱりちょっと、全開した方がええんちゃうかって言うてるんですよ。まあ今んとこは全然走って、今日も今、見たら全然バリバリやったんですけど、まあおいおいね。でもなんやかんやでもこれ、サラビニアって言って、フルオーバーホールみたいになってきて、結局取り替えで、サラビニアって言ってるやん。ね、しかしね、安さんにも迷惑かけたし、ブーにも迷惑かけたしね。ほで一番もう頭上がらんのがね、原大先生ですよね。原大先生ですよね。原大先生ですよね。ほんまもう頭上がりますよ、僕。こうなるんすよ。まあ、部品があったから僕幸いね、ラッキーやったんですよ。部品があったらラッキーやと思ってください、言うて。バーって店の中探してね。あさって、なんとかこれネジなんかはめ替えたりして作ってくれたんですよ。4時間半。すごい。怖いよ。怖いってことないけど、あのね、原くんは化け物っすね。すごいっすね。今頃倒れてると思いますわ、今日あたり。元旦早々ね。昨日もうほんま倒れそうやったっすからね。こういうことなんでしょ、こういうことなんでしょ。
慣れてきましたわ。29、30は乗ってないからね。31だから29持って帰ってクラウンチェリーからね、その時に乗ったんと、31日あの大悲劇ね、和歌山それと京都で、もうだいぶ慣れましたよ。ポジションとかの問題ですね、やっぱりハンドルとかね、ポジションとか変わってね、全然違いますね、乗り味。これまたショベルやからね、全然ちゃうんすよね、英語とはね。なんか何やろ何やろ分かんない。ちょっとね、今だいぶ肩の力抜けるようになってきましたわ。テンパっとったやろな、多分。緑地の外周をぐるぐる回るというね慎重になっております。安全運転で楽しくツーリングするために練習も必要や何とか入ってるか分からないもんな。ここ一足やろ。二足、三足、四足、オッケー、了解。このカーブはね、気をつけないとダメなんですよね、ここのカーブ。みんな攻めに来るんですけどね、危ないんですよ、ここ攻めてる場合じゃないんですよね、こんなバイク乗ってこのバイクで攻めてる場合じゃないんですよね。改めて明けましておめでとうございますっていう余裕ができました2019年、今年もよろしくお願いいたします。そして今年の1月3日の初詣、皆さんお待ちしております。スイカさん復活、また会おう